カロル一世、カロル一世、1839年4月20日から1914年10月10日は、ルーマニア公、在位、1866年5月22日から1881年3月26日、後に、初代ルーマニア国王、在位、1881年3月26日から1914年10月10日、父は、 方園ツォレルンイコールジグマディン元孔カールアントン。母は、バーデン大公女ヨゼフィーネ。原名は、カールアイテル。フリードリヒゼフィリヌスルートビヒ。母方の祖母が、ステファニー・ド・ボアルネ。父方の祖母が、マリー・アントワネット・ミューラ、ジョアシャン・ミューラの十枚とボナバルト家の演者であったことから、ナポレオン三世と非常に良い関係にあった。聖果は、カトリック教徒であるものの、 公園それレルン家の園跡でもあった。当時のルーマニアでは、フランス留学経験者が正解で活躍しており、ナポレオン3世の推薦もありルーマニア公の後継者としてカールの名が浮上していた。ルーマニア人政治家ヨン・ブランチャヌは、交渉人をカールと家族のもとに送り、ルーマニア公即位の了承を得た。ルーマニア公国は、アレクサンドル・ヨアン・クザが、 モルダビア公国とアラキア公国の選挙で共通の公に選出されたことからヨーロッパ諸国の承認を得て成立した合同公国であったが、クザが退院し亡命した後は混沌とした状況にあった。カール公使は偽名を使ってオーストリア帝国が母国と対立関係にあったため、デュッセルドルフ、ボン、フライブルク、チューリヒ、ウィーン、ブダペストを鉄道で移動した。 ルーマニア国境に着くとブランチャルが待っており、そこから彼の馬車で移動した当時のルーマニアには鉄道が敷かれていなかった。1866年5月10日、カールはブカレストへ到着した。彼の到着の知らせは電信で国中に知らされ、新しい指導者を熱望していた群衆に歓迎された。カールはフランス語で、私はルーマニアの方を守り、 権利の保持と領土の保全をここに誓うと宣誓した。同年6月29日、ルーマニア議会は最初のルーマニア憲法を採択した。この憲法は当時非常に進んだ内容のものであり、ルーマニア国家の近代化と発展を促進した。憲法はオスマン帝国への依存を認めないことを採択したため、ルーマニアの完全独立への道が開かれた。第82条には、 君主は世襲制であり、カロル一世の子で男子のみがそれを継承する。カロル一世の女子とその子孫に継承権は認めない。カロル一世の後継者は、東方正教会信徒でなければならない。と定められていた。1877年に独立宣言後、実質的にルーマニアは王国となった。1881年にカールは国王カロル一世として正式に即位した。 カロル一世は自分の起こした王朝の一心を絶えず気にしていた。王妃、エリサベタは彼は眠る時でも王冠を被っている。と揶揄している。カロルは非常に貴重面で自分を取り巻く誰に対しても自分のやり方を押し付けようとした。また、ルーマニア皇、ルーマニア王として自分の職務に献身的であったけれども自身のドイツ人としてのルーツを決して忘れなかった。 48年間に及ぶ在位期間、カロルはルーマニアが独立を獲得するのを助け、その威信を高め、ほころびが見えていた国の経済を縫い直し、王朝を創設した。カルパチア山脈の町、シナヤに彼が建てたドイツ風のペレ首城は、現在は人気の観光地となっている。ロト戦争後、ルーマニアがドブルジャ地方を獲得すると、新しく獲得した地域とを結ぶため、 フェテシティとチェルナボダの間のドナウ川に橋を架けるよう命じた。カロル一世の長い知性はルーマニア国家の素早い発展に貢献した。しかし、その知性が終盤に向かう頃に第一次世界大戦が始まると、ルーマニア国民の意見が三国協書寄りだったにも、かかわらず、ドイツ生まれの王は中央同盟国側に就くことを望んだ。1883年に、 カロル一世は秘密条約に署名して三国同盟と手を結んでいた。この条約は条約の締結国のうち一国がロシア帝国を攻める際にのみ有効とされたが、カロルはドイツ帝国を支援する戦争に加わることは名誉なことだと説得されていた。カロルがルーマニア人政治家と意見を同じくすべく閣僚に秘密条約について話したことから緊急事態による会合が 政府閣僚らによって開かれた。カロルが直面した意見の大きな不一致は、1914年10月10日、グレゴリオ歴では9月27日の彼の休止を招いたと言われている。大位継承予定者フェルディナントは、イギリス王女である日、マリア、救命メアリー・オブ・エディンバラの影響下にあり、彼はさらに世論に耳を傾けようとした。ルーマニア港に選出された時、 カロルは独身であった。彼が承認したルーマニア憲法では、王がルーマニア人女性と結婚することは許されなかった。1869年、カロルは日探しの目的で、欧州、主としてドイツを旅行した。この旅行で彼は、ビート公、ビルヘルム・カールの長女、エリーザベとルーマニア5名、エリザベタと相結婚した。二人の結婚は、 史上最も不完全な結婚の一つとされた。エリザベタが夢見がちな女性だと評判が悪い一方、カロルは冷たい性格で打算的な人物であった。夫婦の間には1871年に長女マリアが生まれたが、1874年に溶接した。この出来事がさらに国王夫妻を疎遠にする結果となり、エリザベタは一人娘を失ったトラウマから立ち直る。 ことがなかった。1881年に王国が成立すると、王位継承問題が最も重要な国家問題となった。カロルの兄レオポルドとその長男ビルヘルムは継承を辞退し、レオポルドの次男フェルディナントがカロルの後継者になった。エリサベタは自分のお気に入りの助官、エレナ・バカレスクをギリの王と結婚させようと働きかけた。 フェルディナントとエレナが相思相愛となった結果、事態を重く見たカロルによってエリサベタは2年間国外へ出された。フェルディナントもエレナとの関係を断た,たれ、イギリス女王、ビクトリアの孫娘ベアリー・オブ・エディンバラ、ルーマニア語、マリアと結婚した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。